お尻です。今回の動画では以前リクエストをいただいたクリームの作品を3つクリアしたので紹介レビューします。作り込みが凄まじいものに絞っているのと少しだけネタバレを含む内容なのでそのつもりでご覧ください。1つ目のゲームはこちら。制作者様もゲーム名もどういう読み方かは分かりません。制作は RPG スクール MV ですが、戦闘はイベント戦のみで主なゲーム性はアドベンチャーとなっています。青パーカーが特徴の主人公は謎の場所で目を覚まします。目的は帰ること、それだけですが、それ以外のことは何もかも不明で、ここがどこなのか、主人公は何者なのか、どうすれば帰れるのかを探していくことになります。わけも分からず先へ先へと進んでいくと、ゲーム開始から5分ほどでサイケデリックな風景が増えてきます。雰囲気は夢日記みたいですね。さらに進むと森のような場所へたどり着きます。ここの BGM はホラー感が強いです。本作の特徴はマップ内のオブジェクトで、これらは調べるとこちらに話しかけてくるものや、ロールシャッハテストのような不気味な画像など意味ありげなものが多いです。精神病や思考実験を意識しているかのようなテキストが多く、美人症やクオリアに関連する小難しいことを考えさせられます。こいつらを調べていくことで、だんだんとこのゲーム、この世界が何を意味しているのかが明らかになっていくんですが、そのほとんどが抽象的な表現で、ストーリーは少し難解な印象ですね。私が初クリア時に思ったことは、この世界は学校でいじめられている生徒の精神世界であり、主人公は生まれたばかりの人格なのかな、です。考察や他の人のレビューを一切見てない状態で私はそう思いましたが、実際のところはどうなんでしょうね。多分間違った解釈なのでネタバレにはならないはず。前述した不気味な BGM やサイケデリックなマップの作り込みのおかげでかなり引き込まれます。しかもほとんどが自作という徹底っぷり、いわゆる考察ゲーではありますが、制作者様が初めて作ったゲームとは思えないくらいに作り込みが凄まじいのでおすすめです。ただし鬱ゲーで少しホラーな表現を含むので、そこは好みが分かれるでしょう。お次は断罪室。こちらは普通のアドベンチャーゲームで、主な内容は自称被害者とその人物に加害者として呼ばれた者のやり取りを中立の立場で聞き、被害者が加害者に復讐しても良いのかを判断するというもの。簡単に言うと裁判みたいなものです。配信ページには、幸せで楽しい時間を過ごしたい方はお戻りくださいませ、憂鬱な気持ちになりたい方はぜひプレイしてくださいなどと記載されていて、どことなくデスゲームもののような雰囲気をまとっていますが、グロ、ホラー、心情描写はほとんどないあっさりとした内容です。ゲームが始まると、1から4の数字が割り振られた部屋と、もう一つ赤い部屋の合計5つの部屋があり、選んだ部屋によって議論の内容が変わります。1から4の部屋はいじめやパワハラといった中立の立場、第三者としてはどちらが悪なのか判断が難しい問題を傍観することとなります。ですが議論はとても短く、1周10分もかからず終わるので印象に残りにくく、断罪が終わった後の自称被害者&加害者の末路もあっさりしているので、これに関してははっきり言ってそんな面白くないんですよね。でも安心して、これが断罪室の全てというわけではありません。この1から4の部屋の他には赤い部屋とボーナスモードがあります。赤い部屋ではプレイヤーが自称被害者の女性に加害者として呼び出されてしまいます。これまで中立、赤の他人として安全な立場から揉め事を高みの見物していた我々プレイヤーですが、この部屋では加害者として裁かれてしまうかもしれないのです。お尻さんは日頃の行いが悪いからこんなの慣れっこですよね。うん、っていうか、なんで私が加害者として呼ばれてるの。お尻さんのセクハラがもう本当にひどくて。いや、覚えてないですね。嘘はいけませんよ。この前なんか私の服着て涼しい顔で歩いてたじゃないですか。ついでに言うと、パンツもズンちゃんのを履いてる。不法侵入と下着泥棒なのだ。それにこの前私のパンツを食べてましたよね。これがその時の写真です。表情筋えぐいのだ。バレたか。それまでなのだ。これまでの話し合いの結果、ズンコがお尻氏に復讐するのを認めるという結論に至ったのだ。ということで、ズンコはお尻に復讐をしても良いのだ。それじゃあ遠慮なく。ちょ、ぬは。断罪までの流れはだいたいこんな感じです。言い忘れてましたが、自称被害者の復讐が認められるイコール殺しが認められるということです。なので赤い部屋では正解の選択肢を選んで生き残らなければなりません。1から4の部屋では自分が偉そうに人を裁く側の人間で緊張感ありませんでしたが、赤い部屋の裁かれる側という展開は予想もしていなかったので、ここはかなり面白かったです。それと作中で繰り広げられる議論は現実味を帯びているもの。
というか日常にありふれていて他人からは軽視されがちな問題が多いので、自分の行動を見直す良いきっかけにもなりました。でもってボーナスモード、こちらはゲーム内で使われている曲や本編で明かされなかった設定を教えてくれるおまけ的なモードですが、管理人と遊ぶを選択するとついさっき私がやられたあの部屋にて自分が自傷被害者となって遊ぶことができます。こちらも赤い部屋と同じく正解の選択肢を考え選ぶのですが、加害者だった赤い部屋とは逆の自傷被害者なので同じく面白かったです。総評すると1から4の部屋はそんなにですが、赤い部屋とボーナス部屋は面白く、芸術的な BGM と背景による独特の世界観が素晴らしい良作だと思います。このゲームはホラー&グロ、鬱要素や非道徳的な表現を多く含みます。推奨年齢15歳以上と配信ページに記載されているヤバそうな絶望系 RPG エンドロール。全体の特徴としてはストーリー重視の RPG で、戦闘の難易度はそれほど高くなく、レベル上げをしなくても回復アイテムを準備しておけば苦戦しない優しめの難易度です。作中では最長で7日間を過ごすことになり、ストーリーを進めるだけなら1日30分前後、ゲーム開始からクリアまで5から6時間といったところです。主人公ラッセルはイカレ野郎と呼ばれる少年で、ゲーム開始時には脱獄不可能な白い部屋で注射を打ち夢を見るだけの生活を強要されます。なぜラッセルがイカレ野郎と呼ばれるのか、薬を注射して夢を見せられるのかは不明ですが、部屋から出ることはできないので我々プレイヤーとラッセルは数日間注射を打ち続けることになります。夢の世界の住人はみんな優しい人ばかりで、ラッセルは現実世界でイカレ野郎と呼ばれることも、注射を打ち続けるしかない生活であることも忘れて楽しい毎日を送るかのように思われましたが、その日の終わりにそれは無理であることを確信します。夢の中の世界は一見平和に見えますが、モンスターがホラー感満載だったり、ところどころ不気味なオブジェクトが配置されていたりするので、この段階で絶望系 RPG の片鱗を垣間見せてきます。一日の終わりにその日の出来事が書かれた紙切れとラッセルの心境を記した日記を読むことができるのですが、大体誰かが言ってます。序盤で明かされることなのでネタバレしますが、この夢はラッセルが過去に犯した出来事を再現しているんですよね。イカレ野郎と呼ばれる少年が起こした出来事となると当然楽しいことではなく、悪魔の所業なので、日が経つにつれラッセルという人間がどれだけ恐ろしい男なのかを思い知らされます。特に5日目の病院なんかはホラー描写がてんこ盛りで相当な鬱ホラーゲームです。私的にどうしてもここだけはぼかしておきたいのであえて言いませんが、とある値が20未満だとこの後ノーマルエンドに分岐して、20以上だとトゥルールートへ分岐します。ノーマルエンドはラッセルを閉じ込めていた施設の人間の目的を達成できなかった場合のエンディングなので、ゲームオーバー的な終わり方をしますが、トゥルーへ分岐した後の展開はこれよりも地獄で、キャッチコピー通り絶望させられます。全体の流れとしてはそんな感じの RPG ですが、ゲーム開始時にイカレ野郎と呼ばれていたラッセルの印象はトゥルーエンド時にはガラリと変わります。加えてサブイベントも充実していて、舞台が夢であることをかなりうまく活かしている内容です。終盤の舞台設定を活かした展開と制作者瀬川様の心をえぐる見せ方には称賛しかないです。ラスボス撃破までは 5,6 時間ですが、最強ボス撃破までやりゴムとなると、さらに数時間かかるボリュームも含めてフリーゲームとは思えない有料級のゲームです。第12回フリームゲームコンテストで最優秀賞、大人気賞を受賞している確かな実績を持つ作品なので、絶望したい人はぜひ、多分別の機会にネタバレを含む動画を投稿すると思うんですが、今回はこの辺にしておきます。では以上で作り込みが凄まじいフリーゲームの紹介を終わります。ライトな考察ゲーはこちら、比較的万人受けするアドベンチャーゲームは断罪室、どぎつい絶望を求めるならエンドロールといったところでしょうか。今回はリクエストの多かった作品でプレイ時間が短いものを選んでみました。またこんな感じにリクエストいただいたゲームで動画を作りますので、よろしくお願いします。では無難な内容ですが、これにて終わりです。ご視聴ありがとうございました。